り向いてはなりません。旦那様、この凄まじい妖気、真後ろにいるのは噂の化け物に間違いありません。噂では姿を見た者は八つ裂きにされるそうでございます。逆を申せば見さえしなければ大丈夫、振り向かねば。難儀なことを言うやつよ。尻を向けたままでは物を尋ねることもできまい。どれ、一つ顔を拝んでやろう。これは確かにいいかつい顔じゃな。靴は親父、いや、ワニエル。おも姫の魂を返せ。嫌でも腕ずくでもろうてゆくぞ。See what we can do here. Oh, I got lucky on that one. Alright, we're switching weapons. And I got the thing that does no burning, so we can see how that works. See how this fairy bolt works. Jeez. The whole fire thing, so. Huh. And my sword's breaking multiple times, but that's to be expected. With this demon blade, you can destroy orange barriers. Well, son of a biscuit. あれほどの怪異相手も切り下すか、おぼろ流。憎々しい恨めしい。なジンクロめ今に見ておれ。That guy's hella angry. 剣の申し子、終わりの獅子ともてはやされた武悪小五郎太という剣士など覚えてはおるまい。辻試合で二度と獲物を持てる身とされたこちらは忘れぬ。逃げるように出家してからも毎夜恨みは募るばかりぞ。
今やわしは僧正の地位にある。真言蓮華宗の僧らに命じ、必ずや追い詰めて奈落に落としてくれようぞ。All right, let's see if I can finish the rest of the storyline before the time is up. クツワオヤジとの話はついたぞ、アクソーメ。後でキレと抜かしておったの。いかにもそうしよう。ジンクロウ、邪教の技に頼り、女の姿となって生きるほどに死は怖いか。それが悪あがきであることを教えてやろう。今に超武装が押し寄せてくる。それだけでない、柳生の若殿、雪の城殿の命で忍びの追っ手がかかっておる。やはり執拗に襲ってくるのは柳生の忍者であったか。おぼろ流は影の流れを組む剣、忍者相手に遅れは取らぬ。それより雪の城と聞いてはこうしては俺。無双と謳われる柳生新影流が相手と知って臆したか。心配せずとも逃げ場はないぞ。Okay. And we're gonna talk to some more people. なんと礼をしてよいものやら。囚われた女郎の霊は皆晴れた自由の身。わっちも成仏できるでありやす。己のためにしたまでのこと、いつまでも鬱陶しい姿を晒すようなら妖刀の餌食にいたすぞ。とっとと行け、朝霧。This guy is ruthless. 体は奪われ、去りとてあの世へ行くこともかなわぬ。いつまでこんなありさまなのじゃ。桃姫か。そう嘆くでない。お主も困っておろうが、わしもこのままでは我慢がならん。わしが出て行こう。この体をお主に返すと言うておるのよ。それにはおとなしく同行してもらわねばならんが、どうじゃ。断るなら面倒じゃが、お主の魂を封じておかねばならぬ。その時は元の体にも戻れんと覚悟せ。ついてくるか。よしよし、引き分けのいい子だ。Damn. All right, and now we're gonna move on. 今夜く、狐に蘭海の跡をつけさせよう。おそらくは雪の城に行きつけよう。あやつに会うて、わしの太刀の行方を聞き出さねばならん。相模半言黒光の太刀でなければ、玉打ちの技はできぬのだ。術の破れたこの身を捨てて、新たに屈強な男子の体を得るためには、あれがどうしてもいるのだ。